3点先に取ってて3点追いつかれるっていうのは最近のそのベレーザの弱さというか追いつかれるっていうのは弱さだと思うので、シンプルに力負けをしてしまったっていうのは悔しいですし、全員が同じ方向を向いてた分、力不足を痛感した試合でした。1点目は、ボールが流れて七海が走っているのが見えたので、中で待っててすごいいいボールが来たので、自分のダイビングヘッドっていうのは得意なプレーなので、その2回続けてダイビングヘッドできるっていうのは自分の良さだと思うので、そこが点につながったのはとても良かったですし、2点目は青葉がいい形でボールを奪ってくれてつなげてくれたので、最後触るだけでしたけど、チームとして前から奪ってゴールを決めれたっていうのはすごい良かったとは思います。ただやっぱり個人としてチームを勝たせたかったっていうのがやっぱり一番なので、ゴールを何点取ってもチームが勝たなきゃ意味がないっていうのはもうここ数試合痛感してますし、そのために自分が試合を決めれるゴールを決めたいなと思います。ゴールを決められたっていうのは素直に嬉しいですし、チームのみんなが苦しい時もボールを自分につないで託してくれてるので、それがゴールに数値につながってるっていうのは、すごい本当にチームのおかげだなと感じてます。昨シーズンも、このカップ戦も、悔しい思いで最後終わっているので、次こそは本当にチーム全員で喜びたいですし、また長いシーズンが始まりますけど、一戦一戦目の前の試合を戦った上に、最後、みんなで笑って終われるように、いい準備をしたいと思います。今日は応援ありがとうございました。皆さんと喜ぶことができず本当に申し訳なく感じてます。ただ、皆さんの応援は本当に力になっています。その力をちゃんと結果で恩返しできるように精一杯頑張りますので、これからもまた長いシーズンが始まりますので、応援のほどよろしくお願いします。